アレクセイ・ポピリンは、オーストラリア・シドニー出身の男子プロテニス選手。身長196センチメートル。右利き。バックハンドストロークは、両手打ち。これまでにシングルスツアー一勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス61位、ダブルス247位。1999年8月5日、ロシア人の両親のもとに、オーストラリアのシドニーに生まれた。 4歳の時に、シドニー郊外のニューサウスウェールズ州ホーンズビーにある、キム・ウォーウィック・テニス・アカデミーでテニスを始めた。2008年には、全豪オープン男子シングルス3回戦の、レイトン・ヒュイット対、マルコス・バグダティス戦を見学している。8歳の時に、父親の仕事の関係で、アラブ首長国連邦のドバイに転居し、ドバイで2年間を過ごした。その後は、 スペインのアリカンテに転居し、アリカンテでは近所にアレックス・デミノーも住んでいた。その後はフランスのニースに住んでいたこともあったが、やがてスペインのマルベイリアに落ち着いた。2011年にはオーストラリアの U-12 グラスコート選手権シングルスで優勝し、U-12 クレーコート選手権ダブルスでも優勝した。同年にはヨーロッパの U-12 ツアーに参加し、 スイスとイタリアの計3大会で優勝した。2013年と2017年には ITF ジュニアサーキットに参加した。2017年には全豪オープンジュニア男子ダブルスで優勝した。全豪オープンに続いて4大会連続で優勝し、計22連勝を達成した。この中には2017年全仏オープンジュニア男子シングルスも含まれている。 ジュニア男子シングルスの世界ランキングで2位となり、ポピリンはプロツアーへの参戦を決意した。2017年7月にはポーランドのムロンゴボで開催されたフューチャーズ大会で ITF が主催するプロ大会で初めて優勝した。これにより初めて世界ランキング1000位以内に食い込んだ。2017年にはさらにフューチャーズやチャレンジャース大会に出場し、 世界ランキング622位で2017年を終えた。2018年1月のシドニー国際では予選でニコラ・マユとフェデリコでルボニスを下し、初めて ATP ワールドツアーの本戦に出場したが、1回戦でジョン・ミルマンに敗れた。1月末の全豪オープンにはワイルドカードで出場し、4大大会に初出場したが、1回戦でティム・スマイチェックに敗れた。 19歳だった2018年2月にデビスカップデビューし、オーストラリア代表としてボスニア・ヘルツェゴビナ代表と対戦した。その後半年間はヨーロッパでチャレンジャー大会に出場して世界ランキングを上昇させた。8月に中国の災難市で開催されたチャレンジャー大会では予選を突破して本戦に出場した。本戦決勝ではイギリスのジェームズ・ウォードに勝利し、 a t p チャレンジャーツアーで初優勝した。8月末には世界ランキングがトップ200に入った。10月にノストックホルムオープンでは予選を突破して本戦に出場したが1回戦でジョン・ミルマンに敗れた。翌週のスイス・インドアでは予選でブノア・ペールとマッケンジー・マクドナルドに勝利して本戦出場を決めた。本戦1回戦では マシュウ・エブデンに勝利し、ATP ワールドツアーでの初勝利を挙げた。147位で2018年を終えた。2019年1月のブリスベン国際とシドニー国際にはワイルドカードで出場したが、両大会とも1回戦で敗れた。1月末の2019年全豪オープンにもワイルドカードで出場し、1回戦ではドイツのミーシャズ・ベレフにストレートで勝利、 四大大会での初勝利を飾った。二回戦では、第七シードのドミニク・ティエムに勝利したが、三回戦で、第28シードのリュカ・プユに敗れた。二月のシンガポールオープンに出場し、準決勝でマリンチ・チリッチ、決勝でアレクサンダー・ブブリクを破り、ツアー初優勝。キャリア最高のシングルランキング82位を記録した。W イコール優勝、F イコール準優勝。 SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。